VLBI を構成する電波望遠鏡群の一部超長期線電波干渉法は電波天文学における天文干渉法の一種である。離れたアンテナで観測したデータを原子時計などで計測したタイミング情報とセットにして磁気テープなどに保存し、郵送などにより一箇所に集約して相関させることで像を得る手法である。解像度はアレを構成するアンテナのうち、 最も離れた二つの間の距離に比例する。VLBI ではこの距離をケーブルでアンテナ同士を物理的に接続できないような長さにまで拡大することを可能にする。大きく隔たったアンテナによる VLBI で高解像度の増を得ることができるのは1950年代にロジャー・グリフトン・ジェニソンが開発したクロージャーフェーズ改造技術による。VLBI は通常 ラジオ波の波長域で用いられるが、可視光領域にも応用されつつある。最もよく知られている VLBI の用途は、遠方の宇宙電波源の撮影、宇宙機の追跡、位置天文学などである。逆に、クエーサーなど遠方の電波源から来る電波の2つのアンテナにおける到着時間の遅れを観測することで、気線の長さをミリメートル単位で測定することが可能となり、 測量やプレートの運動の研究、国際的な測地系の構築、地球回転計測、世界時の監視などに応用されている。ヨーロッパやアメリカ合衆国、日本には VLBI 観測網がある。最も感度の高い VLBI 網はヨーロッパ VLBI ネットワークである。アメリカには超長期戦アレイがある。この二つを合わせてグローバル VLBI と呼ぶこともある。 これらは工術するスペース VLBI モの一部でもあり、他のいかなる天文観測装置よりも高い解像度を誇る。現在では観測データとタイミング情報を高速回線を通じてやり取りし、リアルタイムで相関させることも可能となっている。ヨーロッパでは6つの望遠鏡が Joint Institute for VLBI in ヨーロッパと 1GBps の光回線で接続され、 世界で初めてこの新しい技術を成功させた天文観測装置となった。世界天文年2009開幕式記念イベントとして、世界12カ国17台の電波望遠鏡を利用しての EVLBI がお羊座の方向にあるブラックホールの観測を行い、その様子がパリの開会式会場で紹介された。スペース VLBI は、 アンテナのうち一つかそれ以上を人工衛星として宇宙空間に設置することで地球の直径より大きな基線を持つ干渉系を構築する手法である。これにより解像度は周波数が同じ場合、地上の VLBI に比べ3から10倍になる。地上の VLBI と違い、スフルビーでは衛星の位置を精密に決定する技術。 ドップラー効果による観測周波数のシフトを保証する技術など多くの技術的課題が存在するがこれらは解決されつつあるスフルビーの構想自体は VLBI の歴史と同程度に古いものであるが具体的に検討され始めたのは1980年代のことである1986年から1988年にかけてアメリカの TDRS と日本 オーストラリアの電波点問題を用いて地球の2倍程度の気線を持つ干渉系を構築する実験に成功したのがスフルビエの初の成功例である。ヨーロッパでは欧州宇宙機関がアメリカ航空宇宙局と共同でクエイザットという計画を推進していたがホイヘンスプローブとの優先度競争に負け中止となった。ロシアではラジオアストロンという計画が進められ、 ソ連崩壊の混乱などのため計画は延期に延期を重ねられたが2011年に無事打ち上がられた。アメリカでは n a s a ット推進研究所とアメリカ国立電波展問題があらいずイアリセという計画を立てているが X 線ミッションやガンマ線ミッションが優先されているため実現のめどが立っていない。日本では宇宙科学研究所と国立展問題が VSOP 計画を立案し、1997年のルか打ち上げにより実現した。ルかは光学実験衛星であり、天文衛星としては限られた機能しか持たなかったが、実際に天体観測を行い大きな成果を上げた。後続として VSOP-2 計画、アストロジー衛星についても開発費が2007年度予算として国会で承認された。 しかし目標とするアンテナの精度を達成することができず、2011年11月30日に計画中止が決定された。国土地理院の VLBI 観測局2016年12月末、運用終了。ありがとうございます。